水上は東日本旅客鉄道が上野駅水上駅間を東北本線、高崎線、上越線経由で運行する臨時特急列車である。水上温泉橋への観光客輸送のため、1957年から上越線方面への優等列車の運転が行われた。上越新幹線の開業以降は東京近郊の通勤輸送の一端を担ったほか、 水上駅、沼田駅、渋川駅など新幹線が経由しない上越線主要駅の利用客を拾う役割も担うようになった。水上の名称で運転が開始されたのは1997年のことで1982年に運転が開始された新特急谷川の名称を上越新幹線の谷川の名称としたために水上に変更したものである。 しかし、上越新幹線や関越自動車道の利用に押され、利用者の減少により、2010年12月3日で定期列車としての運行を終了し、翌12月4日からは臨時列車として運転されている。1 8 3系で運転される際は、往年の特急、谷川を模したエイリヘッドマークが掲出される季節、運行化された特急水上。2013年年末、 2014年正月シーズンはグリーン車なしの6両編成で運転。現在は臨時列車として上野駅水上駅間で運転されている。かつて冬季にはスキー客の輸送を兼ねて石田駅まで、下季には一部列車が越後湯沢駅まで延長運転されることがあった。水上からは冬季は越後中里駅、越後湯沢駅、下季は土合駅に停車した。 全域間を通して比較的利用者が多い、草津と比べ、水上は渋川駅水上駅間の空席が目立ったため、徐々に運転本数が減少し、2010年12月4日のダイヤ改正で、定期列車としては廃止されて、土休日運転の臨時列車となった。2011年の東北地方太平洋沖地震発生以後は、土休日に一往復のみの運転となった。 2012年3月17日のダイヤ改正以降は運転日をさらに縮小して季節列車化され、草津との並結運転を取りやめた。上野駅、赤羽駅、浦和駅、大宮駅、上尾駅、桶川駅、熊谷駅、深谷駅、本庄駅、高崎駅から、新前橋駅、渋川駅、沼田駅、五貫駅、水上駅、大宮総合車両センターに、 配置の651系1000番台で運行される。過去の使用車両185系、新特急、谷川と新特急、赤城高崎駅に侵入する185系時代の水上号。ありがとうございます。